ないやろ高速のやつは。うん、下から飛び出てくるよ。下から飛び出てくるやつやろ。はい、今あやはや家が盛り上がってるのは覆面パトカーを見つけたからです。同じとこから入ってたね。せーの、はい、白です。白のご意見多かったので本日は白の帽子となります。はい、白似合うねっていうコメントの方が多かったんですけど、黒の方もかっこいいねって大人っぽいっていう意見が多かったので、まあ使い分けていきたいと思います。はい、カノさんが大あくびしてる。はい、高速はここまでです。食べていいお菓子。はい、ここで降ります。食べたいの。はい、降りる高速の名前は何ですか、あやさん。これ私いけにえガモガモと言います。いいですか、分かった、聞いた。食べていい。ガモの木。僕よく食べる、うん、その結果がその中やろ。夏休み入る前に早体重測ったんですよ。あやと同じくらい言うなよ。増えてないことを祈ります。あや、はい、パパから奪っとります。あやさん、ね、はい、入り口です。入り口です。なんかここで見さる。誰もいません。現地着きましたので準備できたらのそのそ行きましょう。ね、もう覚えとる。はや、行き分けにございません。あの豚の上乗っかってさ写真撮ったじゃん。はい、じゃあ行きます。ゴー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 。どなたの。ねえ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 、ボールがいっぱいあるよ。かぼちゃか。涼しいね。3歳から6年生までスタンプラリーやって。やる、うん、これ全部歩ける、うん、歩ける、だだ歩けるよ。ほら、その豚さん、豚さんに乗っかっとったんやてん、あんたら。ほらほら、あ、いや、これ見たことあるね。あのパパのパソコンのさ、調子やったやつ。ほら、3人乗れるんちゃうの。あ、そんなのすな。あ、ちゃ、かちゃん、あっち行って、あっち行っちゃって。はい、あー、もっと行くよ。水かけや、なんとか大丈夫なの。あ、暑いもんな。うわ、豚さんもいっぱい。うん、豚さんいっぱいな。ね、すごいね。もうすぐリアル豚があるよ。すごいよ、
これ何？豚が鳴っとるよ。ここはさくらちゃんらしいよ。ヤギさんの名前はさくらちゃん。お庭らしい。古民家館らしいよ。ね、この古民家館。こけるよ、こけるよ。はい、5番は小春ちゃんでした。さあ行きましょう。赤ちゃん、お手手色変わってるの。人間みたいになりましたね。ねえ、あやさん、うちさんの下な。あ、お、来た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 よ。あ、ちっちゃい。そう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 。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。当たってないそれ。なんで事故？すげえ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 。あれ、手綱取られてない？取ってやったぜ。本当だ。てかつけろやって言ってるかもしれない。ああ。負けた。あれ誰？あれ。じゃないの？お馬さん。お馬さん？お馬さんのキャッシュを食べたい。そう？こけるよ、かんちゃん。やっほー。なんか近場で児玉が聞こえたな。四番は誰ですか？ももたくん。ももたくん。あ、どこ行きまい。まるちゃんこそ。ももたくん似てます。じゃあこれ兄弟よ。ほらほら、兄弟兄弟よ。あ、ほんとや。双子の兄弟よ。それにとって理由メイとサクラが好きで、カハルとメイとサクラ、サクラおったやん。メイ、メイとおったことがある。サクラちゃんに思い出して、ここ覚えたら覚えたら。カムちゃんにも渡してあげて。なんか覚えてる。なんか絵というよりかは洗ってますね。ホラーやな。ねえ、こっちの後何してたの？この豚を塗ろっとくねって。かわいそうだ、この豚の鼻を塗らあれは豚じゃない、ヤギや。豚さん、豚さん、でかいよ。あれ誰かに飼われとるのかな。これミニ豚。うわ、出荷直前じゃない？出荷直前。うんこしたれ。うんこしたれ。うんこの様子初めて見た。なんかね、ハリネズミみたいな。ハリ。ああ、硬いんだ。硬い。ハリネズミみたいな感じ。尻尾見て、尻尾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 フリフリしてるよ。帽子で抜くそう。ヒー怖いよ、怖いよ。鳴き声が聞こえたと怖い怖い言って。ダメだったようです。かんちゃん、豚さんブヒって鳴くんよ。ブヒブヒって。なんかね、ご飯食べながらブヒブヒ鳴いとる。僕も聞こえ。あ、でかい。やばくない。どう？暑い日に、暑い場所でアイスって。うん、あ、ちょっと美味しい。はい、帰ってきました。はい、どうですか？ヘッドヘッド。暑かったね。今回ね、無料開放日だったんですけど、豚さん外出てなかったね。これ病気予防のあれかな、それとも暑さのために中入ってるのかな。まあでも鴨さん、豚さんに会いたいっていう夢叶いませんでした。
カノさんにはね、まだね、あのブーブーとかね、モーモーっていう声は怖いみたいです。じゃあお疲れ様でした。もうお家まであとわずかになりました。はい、今日もお疲れ様でした、はい、あ、まあ、いろいろ記憶に残る、まあ、暑さもあるんですけどね、日帰り旅行になりました。ここであなたたちに嬉しいお知らせを一つ持ってきました。夏休みのお小遣い欲しいか。欲しい。欲しい。なんかあんまり欲しそうじゃないからやめとこうか。欲しい、ね、欲しい。寝起きは寝起きは寝起きをする。行くよ。ママのクイズに答えられたらこちら。こちら二人で山分け。じゃあやめとこう。いやいきますよ。クイズいきます、はい、なんか嫌なんだけど、あなたたち持ってる紙あるよね。これヤギさんの名前5匹とも全部言ってください。え、4匹よ。5匹です。4匹よ。小春ちゃんと桃田くんと、今この場で言えないともう失格されます、ね。あ、そうか、双子当てたんだ。あと親、親、オスとメスだから、バカじゃなくて、ないんだっけ、楽しくて記憶入ってない、入ってなかったか、破られてまった。もうギブですか。いやいや、欲しい。ね、ヒントちょうだいよ。ヒント与えたわけないでしょ。あれほど汗をかいてハンコを集めたのに名前を覚えていないという。ねー、はい、カカカカカカ終了させていただきます。あ、ね、またの機会にお楽しみください。ちなみに答えいきます。はい、あやさん分かる分だけ。小春ちゃん、小春ちゃん、桃田、桃田くん、さくらちゃん、あ、さくら、めいくんで、一番最初の子は銀くんか。はい、もう一回動画の方確認してみてください。バイバーイ。二人ともね、この間プール入ってから鼻声なんですよ。鼻がね、はい、ちょっとズル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 。はい、あのママもうそろそろ上がりなさいっていうのにね、最後の最後まで入ってて、まあ、大変なことになってますが、まあ、それは置いといて、うん、はい、人間誰しも嫌いなものがあります。トマト。ちょっとさん、別やん、別のポテトやん。